テーブルの仲間は何を質問するわけでもなく、かといって嫌悪の表情もなく、自分に運ばれたスパゲティの皿を薄汚い小僧の前に差し出した。そして叱るべき治療を受けさせたのだ。3週間後、なんで俺なんかにこんなにしてくれるんだ。わけなどない。そうしたいというのなら俺の家に泊まってもいい。だがガキは親のところへ帰るもんだ。そして学校へ行け。いいな。あのもしかしてあんたはギャングなんじゃ。うちには帰りたくない。あんたのところで仕事させてください。甘ったれたことを言ってんじゃねえぞこのクソガキが。もういっぺん同じことを抜かしやがったらてめえをぶん殴る。彼の言う通り、ナランチャは家に戻り学校にも通い始めた。だが父親にはもう決して心は許せない。なんであの人はマジになって俺を怒ってくれたんだろう。自分には何の得もないのに。でもあの怒りは恨みだとか嫌悪だとか人を侮辱するようなものは何もない怒りだった。警官たちや俺の父親が怒る時とは大違いだ。あの人のあの態度を考えると勇気が湧いてくる。男ってのはああいう人のために働くもんだ。そして半年後、ナランチャは彼ブチャラティには秘密で組織の幹部のポルポに会いに行き、試験に合格したのだった。